こんにちは。フラメンコギタリスト池川俊和です。この度ご縁をいただきまして、こちらのブログにて私のフラメンコギターに関する連載をスタートすることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。このブログを見ている方々は、バイレー .jp ということですから、きっとフラメンコのプロアマ問わずいろいろな方が見ていると思います。中には迷い込んでフラダンスの方がいらっしゃるかもしれませんが、それはまた別のところを見ていただいて、ここはフラメンコに関する情報のサイトでございますので、どうぞお間違いのないようにしていただきたいと思います。さあ、私はですね、仕事柄いろいろな場所で演奏させていただいております。各フラメンコのスタジオに行くとですね、いろいろな、踊りの練習生たちから、悩みの相談を受けたりするんです。どうやったらもっとフラメンコが上手くなるんでしょうか。よく見ているとですね、皆さんとても一生懸命練習しているんです。中には普段お勤めをしていて、その疲れた体を鞭打って、それで、スタジオを借りて自主練習している方もいらっしゃいます。それでもなかなかうまくいかないという声、よくよく考えてみるとですね、皆さん踊りはすごく一生懸命踊ってるんですね。じゃあどういうところに原因があるのかというと、実際にギターや歌と合わせると何かこうぎこちないものになってしまったり、それはどういうところから来るのかというと、ギターの聴き方、歌の聴き方、そもそもフラメンコの音楽の聴き方というのがなかなか理解してないように見えます。もちろん、なかなかすごく難しいことなんですが、まずフラメンコの音楽を聴く、ギターの聴き方、歌の聴き方を理解する、そしてその音楽に合わせて踊るということをまず理解すると、きっと劇的に踊り方が変わってくると思います。私はフラメンコギタリストでございますから、このようにですね、フラメンコギターの解説をすることで、より皆さんにフラメンコの音楽に興味を持っていただきまして、結果的に皆さんの踊りがとても良くなると、そういうふうに信じております。なので、この動画を通してフラメンコの魅力をたくさんお伝えしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみにしていてください。それでは、今日初めて私のことを知るという方もいらっしゃるかもしれません。なので挨拶がてら一曲演奏させていただきたいと思います。2014年の初めでございます。明るくアレグリアスなんていかがでしょうか。